本日宿泊するのはとても居心地のいいおしゃれなホテル、エンブレムフロー箱根。箱根登山鉄道強羅駅から徒歩1分の立地にあります。駅からは改札を出て郵便局の目の前に路線をくぐるような形で地下通路があるので、くぐり抜けた目の前の建物が当館となっています。車でお越しの方はホテル脇の坂道を少し登ったところに無料駐車場があるのでご利用ください。玄関先ではアートが出迎えてくれます。これは何だろう、箱根の街ですかね。早速中に入ると受付ホールも一面のアートが飾られています。宿泊した様々なアーティストの方たちとのつながりでこのホテルは彩られていくようです。コンクリートむき出しの作りの内観、壁に描かれたアートの前で記念写真をパシャリ。訪れた人にとってわおな出来事を体験してほしい、そういう思いが込められているそうです。今晩のディナーの案内を発見、その上には館内マップもありました。受付の方の対応がとてもよく、館内施設の案内を丁寧に教えてくれました。そして受付脇にはレトロな雰囲気の湯上がりサイダーが置いてあります。1本100円です。温泉上がりにグビッと行きたいですね。受付左手に館内エレベーターがあったので私たちの部屋へと向かいましょう。エレベーターを降りるとへのへのもへじのお出迎え、部屋までの通路がアートウォールになっていました。ゲスト参加型のライブペイントイベントとしてアーティストのリナギーラさんとゲストたちによって作成された作品も飾られています。ゲストとのつながりを大切にしたい思いからこのようなイベントを開催しているようです。子どもたちは無我夢中にキャンバスを色彩で埋め尽くし、大人たちはいつの日か忘れていた絵の具の匂いや筆の感覚を懐かしむように思い思いに描かれていたそうです。今回の部屋はホテル3階、2段ベッドのあるクアッドルームです。25平米のとてもシンプルで清潔感のある内装となっていました。子供が喜ぶ2段ベッドのはしごは少し急な作りなので大人はやめといた方がいいかも。各ベッド脇には個別にソケットが設置されており、1階のベッド脇のものは USB 給電にも対応していました。部屋の隅には控えめなデスクが置いてあり、ちょっとした作業をするにはちょうど良い大きさになっています。だからといって仕事を始めてはダメですよ。茶受けに置いてあるお菓子は有料になっています。サニタリーも清潔感にあふれており、歯ブラシ等も備え付けられています。バスルームもとても綺麗なので使う方には嬉しいですね。ウォシュレット付きのトイレはちゃんと別室になっているので安心です。バスタオルを持って温泉に浸かりに行きましょう。男女別に内湯のみの大涌谷温泉、蒸気造成泉の濁り湯となっています。8人くらいが同時に入れるサイズ感となっていて、アメニティにはニューヨーク発の化粧品ブランドマリン&ゴッツのシャンプー類が置かれていました。温泉に浸かってほてった体には湯上がりサイダーもいいですが、大人の方にはこちらはいかがでしょう。ビアスタイルはベルジャンホワイト、ほのかに香る柑橘系の香りとコリアンダーのスパイシーさが特徴のゴウラブリュワリーを代表するビールです。一休みしたらディナーに向かいましょう。開放型のカウンターからはシェフの料理を目でも堪能できます。
暖色系の照明が会場の雰囲気とマッチしていて、子供たちが影絵で遊んでいました。ウェルカムドリンクの最初の一杯は無料だそうです。お子様ランチは見た目で絶対美味しいのが分かります。ジューシーなハンバーグにポテト、ケチャップライスにウィンナーと卵焼き、子供が喜ぶ食材がてんこ盛り。大人用のメニューはゴージャスなワンプレートでした。マスタードの効いた小田原ポークローストと合鴨ロースのカルパッチョ、酸味の効いたレッドピクルスに温玉焦がしのポテトサラダ、パーナガイの香草バター焼きなどの色とりどりの料理が、私美味しいんですと言わんばかりにこっちを見てます。結構なボリュームですが、ペロッと食べれちゃいました。子供たちも苦手なトマトを頑張って食べてました。いやいや、白米が食べたいんだよって方もご安心を。希望の光と共に現れたのは、金色に輝くレンコンと和牛をかぶった炊き込みご飯。ほうじ茶で炊き込んだ一品です。家族で取り分けてお召し上がりください。すがすがしい朝がやってきました。お寝坊さんは誰ですか？支度ができたら朝食へ向かいましょう。夜とはまた打って変わって、爽やかな雰囲気の漂うカフェのようです。朝食は彩り鮮やかな食材を使った洋風ワンプレートになっており、一部のメニューがビュッフェ制となっていました。子供用には焼きたてパン、マッシュポテト、ソーセージと卵焼き、もう一皿はサーモンのカルパッチョと4種のビーンズはフムスとライ麦ブレッド。私健康なんですと言わんばかりのフレッシュな食材たちが手を振っています。箱根旅行3日目の朝を、居心地抜群のおしゃれなホテルのレストランで、ぜひ過ごしてみてはいかがでしょう。